普段通学などで自転車を使う高校生が事故の危険さを肌で感じています。 JA 共済連広島が主催する交通安全教室では、自転車に乗っている際に起こりうる8つの事故を再現するなどして自転車の交通ルールの徹底を呼びかけました。自分の気をつける意識とか、それだけで事故の確率ってだいぶ減ると思うので、そういうところを意識してこれから運転していきたいなっていうふうに思いました。見通しの悪い交差点や一時停止の規制のある場所、こちらでは確実に一時停止と安全確認をしていただきたいと思います。合わせて皆様にはぜひヘルメットを着用して自転車を利用していただきたいと思っています。県警によりますと、去年1年間の県内の自転車事故は996件で、前の年よりも増加しています。このうち高校生が関係する事故は164件で、111件に交通違反があったということです。増える自転車事故について取材の担当は小玉記者です。お願いします。よろしくお願いいたします。県内の交通事故の発生件数なんですが、年々減少傾向にあります。ただですね、自転車事故に関する事故の割合というのは年々増加しているんです。はい、増えているということで、ご覧いただきたい映像があります。はい、このようにですね、自転車の悪質な交通違反ということで、いろんな事故なども起きているんですけれども、今回政府はこの悪質な交通違反に対して対策に乗り出したんですよね。はい、交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符の導入などに向けた道路交通法の改正案を5日閣議決定しました。見ていただきたいのがこちらなんですけれども、青切符の対象となる例を今4つ挙げています。取り締まりの対象となるのは16歳以上となっています。違反の種類に関しては、信号無視や右側通行、そして携帯電話の使用などおよそ115種類に及びます。そしてですね、歩道を徐行せず走行するというのも違反に該当します。こう見ていると、5000円から1万2000円までということでね、様々こう金額も変わっているところもあるんですけれども、反則金が課せられるということで、普段から気をつけているという皆さんも多いと思うんですけども、野村さんは自転車乗りますか？はい、乗ります。毎朝乗って通勤しているんですが、やはりひどい広い歩道だとちょっと意識が薄れてしまっているなという部分はあるんですが、自転車を運転している方の中には、その歩行者の延長だというふうな意識が少しあるのではないかなという。自分はまだ歩いてるんだよと、歩行者の一部だと、危なくないんだって思ってる方もいらっしゃるんじゃない、じゃないかなというふうに感じましたね。なので、自転車は基本その車道を通行する車両だということを改めて考え直していかないとなというふうに感じました。そうですよね。改正案では、事故に値する他の自転車や自動車への煽り運転、そして、酒気帯び運転は刑事処分の対象となる赤切符としています。ですから、悪質なものに対してはしっかりともう対応していくよっていうことを打ち出しているのかなと感じるんですけれども、警察庁によりますとですね、違反した場合即青切符というわけではなくて、現場で警察官が声かけをしたのに従わなかった場合に青切符の交付を検討するということなんですね。そして政府は今の国会での成立を目指していて、これ成立すれば反則金制度は交付から2年以内に施行されるということになります。改めて、自転車も一つの車両なんだ、交通ルールをしっかり守らないといけないんだということを肝に銘じて運転をしてほしいなと思いますし、私自身もしていきたいなと思います。小玉記者の解説でした。ありがとうございました。ありがとうございました。